にちは。現在海外からの入国者の上限は1日5万人です。これはビザ取得など多くの要件がありますけど、政府入国者の上限撤廃とかこの緩和を考えてて、今週というか秋ですね、もう実施する方向で話は進んでるみたいです。そうなると入国も出国もコロナ前の状態に戻りますね。それでコロナビザの更新も10月末で終わり、これもほとんど決まっているため、今何もしないともう本当在留期限までに帰国するしかなくなります。そのため今後日本で在留を希望している人はすぐにでも行動しましょう。